こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホンの浜ちゃんです。本日のご紹介はこちら、アイバスオーディオの DX240 ポータブルオーディオプレイヤーのご紹介です。価格は129,800円、発売日は2021年11月の19日でした。アイバスオーディオのですね、リファレンスクラス DAP でございます。搭載されているダックチップは ESS 社の、ハイエンドダックチップ ES9038 Pro を搭載しております。そして本日合わせてもう1点ご紹介、アイバスオーディオアンプ8マーク2、価格は26,400円、発売は2022年3月の4日でした。アンプ8マーク2は、過去に発売されたアンプ8をベースに開発された、DX240 の専用のフルボルテージディスクリートアンプカードでございます。それでは早速気になる本体パッケージを開けていこうと思います。それがこちら、はい、こんな感じのパッケージですね。開けていきましょう。開けるとアイバスのマークですね。はい、こんな感じ。カラーバリエーションは、グリーンとブラックがございますが、今回はグリーンをご用意いただきました。本体はこんな感じです。ちょっとね、グリーンといえどもちょっとマジョーラカラー的なね、あの角度によって風合いが変化するようなカラーリングでございますね。電源ボタンは、こちらのボリュームと同じになってます。ボリュームのところを押し込むことで電源がつきます。はい、こんな感じ。電源ボタンの下部に、操作のパネルがありますね。真ん中が再生停止、左右が曲送り曲戻しです。かなり片手でも使いやすい感じじゃないでしょうか。握りやすいですね。で、特徴的なのが後ろがこう緩やかに、カーブしているところですね。ピカピカの仕上げではなくて、こうマットな仕上がりでございます。付属品を確認していきましょう。このね、この内蓋を開けまして、アクセサリーを見ていきます。よいしょ、アクセサリーのボックスです。付属品に USB Type C のケーブルが入っています。タイプ C のケーブル、結構太めですね。そして布巻きになってます。かなり良さそうな、ちょっといいケーブルって感じがしますね。そして同軸のデジタルケーブル、珍しい付属品としてはこちらのバランスですね、バランスのバーンインケーブルが付属します。そしてクリアな TPU ケース、柔らかくてその本体を優しく保護してくれます。実際につけるとこんな感じ。そして保護シートがついています。クイックスタートガイドと保証書です。かなりですね、コンパクトにまとまったサイズ感かなというふうに思います。ここ数年ですね、非常にその大型の DAP がバン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 ね、新製品で出ておりますけども、もうこういったですね、そのポータブルしやすいサイズ感、これちょっと嬉しいですよね。サイズとしては同ブランドの DX160 とほぼ同等のサイズです。いや、なんかこういうその持ちやすさというか、本当に製品自体も軽いですし、ポータブルしやすいような本体ですね。出力のご紹介はこちらから、 3.5 のライン出力端子、 3.5 のステレオ出力端子、そしてこのちっちゃいのが 2.5 のバランス出力端子、そして本体上部に 3.5 の同軸出力端子がついています。充電に使う USB Type C も上部ですね。では早速、操作感とか視聴をしていこうと思います。触りやす、DX240 はですね、2つの OS を搭載しています。Android 9.0 と Mango OS の2つですね。さまざまなコンテンツにアクセスするための、Android と、音楽再生のための Mango、 この2つと捉えていただいていいかと思います。Android 搭載なんで、著作性のアプリケーションを入れることによって、例えばその Spotify とか、Apple Music とかストリーミングサービスを活用することができるということですね。 Mango OS の動きなんですけど、かなりサクサク動く快適な操作感かと思います。絵も綺麗ですよね。画面的にもすごく綺麗、もさっとした感じの操作感ではないですね。結構サクサク動くんで、スマートフォン感覚でピッピッと触ることができます。こちらはですね、今標準搭載のアンプ1マーク3を、視聴してみようと思います。へえ、いいんじゃない。いいね、使いやすい。プルダウンで
まあ、原因のモードっていうのが選べるっていうのもいいですし、ちょっとマニアックなんですけど、デジタルフィルターはもう気軽に変更できます。かなりコンパクトなんですけど、まあ、上位機種のですね DX300 に匹敵するぐらいのそのサウンドクオリティっていうのがあるんじゃないかなと思います。まあ、少々ですねその、まあ、比較するとその音場の広さであるとかその音の厚みであるとかっていうところで、まあ、差は出てくるかなっていうところはあるんですけど、この DX240 なりの細やかさというか滑らかさっていう部分では、まあ、かなり上位の機種に匹敵するんじゃないかなと思いますね。解像度の高いイヤホン、カスタマー IEM であるとか、ちょっとモニターライクなイヤホンであるとかを使っているお客様には、まあ、結構その響いてくるサウンドなんじゃないかなと思いますね。で、搭載している SOC なんですけども、スナップドラゴンの660を搭載しております。まあ、かなりその恩恵もあってその操作感が快適っていうところもね、注目すべきポイントかなと思いますね。ただそのサウンドっていうところ細かい面で見たら、まあ、その Android を使ってストリーミングサービスを使うっていうのももっと全然悪くないんですけど、まあ、若干そのよくよく聞き比べるとマンゴの方がもう音が良さそうな感じはしますね。それでは、アンプカードですね、アンプ8マーク2に、実際に今乗せ替えてみたいと思います。アンプ8マーク2はこちら、こんな感じです。ドライバーが一緒に入ってるんですね。で、ちょっとびっくりするんですけど、結構むき出しです。これがアンプ8マーク2ですね。ちょっとね、実際にこう付け替えていこうと思います。一回電源落としますね。電源を落として電源を切る、シャットダウン中です。電源の起動とかそのオフとかも結構早いですよね。この星ネジを取りまして、ドキドキするなぁ。ここですね、外しますよ。できるかな。おっと、はい、こんな感じです。乗せ替えていこうと思います。中はこうですね。なんかファミコンのカセットみたいなのが見えます。こうでいいのかな。あ、意外と簡単。よかった。もっとビビり倒すかと思ってました。こう閉めて、こっちも閉めて、はい、アンプ8マーク2に乗せ替えました。簡単じゃない。よかった、簡単で。でもう一回起動します。アンプ8マーク2になると 4.4 のバランス出力と 3.5 のステレオ出力が、搭載されてます。まあ、4.4 の、ね、バランスのケーブルを持ってるとか 4.4 で聞きたいんだけどなっていう方はこっちに乗せ替えたいですよね。乗せ替えてみて、あ、まあ元のですね、アンプ1マーク3と比較した、感想です。アンプ1マーク3もかなり繊細な部分とかダイナミックな部分が出るんですけど、乗せ替えるとアンプ8マーク2にするとやっぱそのよりダイナミックで、そのドラムとベースが前面に出たこのガツッとした印象がありますね。ドラムとベースのそのローの部分っていうのがもっとそのピントがあったというか、解像度が高まって、なおかつその輪郭がこうはっきりしてバーンと出てきたっていう風な印象があります。どちらかというと、まあ、ポップスよりもロック的な表現というか、エネルギッシュな、サウンドイメージになったかなというふうに思います。ちょっとですけど、感覚的には解像度の部分とかスペックが上がったなっていうふうな印象にはあります。それではスペックについてのご案内、搭載しているダックチップは ESS 社の ES9038 Pro です。本体の重量は軽量の 205g、 205g よりももっと軽そうなイメージありましたけどね。
そして標準のアンプカードでは 3.5 のステレオ出力、 2.5 のバランス出力、そして 3.5 のライン出力と 3.5 の同軸デジタル出力が搭載しています。対応している Bluetooth コーテクです。送信のみで LDAC AptX に対応していまして、 AAC SBC に対応しています。Bluetooth のレシーバーモードも搭載しているので、まあ、iPhone などですね、リンクさせて iPhone の音源を、DX240 に飛ばして、それで楽しむこともできます。まあ、レシーバー的な使い方ですね。内蔵メモリーは 4GB、 内蔵ストレージは 64GB です。充電時間は約 2.5 時間、最大連続再生時間は約11時間です。まとめです。非常にですね、軽くて持ち運びしやすい、そんな DAP でした。まあ、かなりですね、その音質的にも上位クラスのものに匹敵するので、まあ、ローカルに保存して音質にこだわって音楽を聴くということも全然可能です。でなおかつですね、そのインターネット環境があるところで、まあ、ストリーミングサービスを使って、まあ、気軽に新たな音楽との出会いっていうのを求めるにも、かなり上質なポータブルオーディオなんじゃないでしょうか。こうワンランクツーランクね、上のそのポータブルオーディオ環境が、これで手に入るといった感じです。もう確かな音質と、そしてそのシステム的にもね、かなり新しくて、その今の時代に合っている、内容 でかつそのポータビリティの高い、この3点がですね、非常にそのバランスの取れている、DX240 の魅力的なポイントではないかと思います。そのアンプカードの交換ができるっていう、そのカスタマイズ性ですね、そのユーザーの利用方法に合わせて拡張していけるっていう、そういう面白さもですね、 iBus ならではのポイントなのではないかなと思います。いかがでしたでしょうか。気になったお客様はぜひイヤホンヘッドホン専門店イーヤホンのお店で視聴してみてください。動画概要欄のリンクからご購入いただけますので、ぜひチェックしてみてください。本日ご紹介させていただきましたのは iBus Audio の DX240、 そしてアンプカードアンプ8 Mark II でした。ご案内はイーヤホンの浜ちゃんでした。動画へのいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。